はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みつもでございます。今回の動画ちょっと緊急のため撮りました。本来だったらいろいろと動画作んなきゃいけないんですけど、ちょっとねいろいろあったんで、すいません遅れてますけど、龍が如くのやつが間に合えばあとあげると思うんで。で、今回はですね、数日前、いろいろと京都はアニメーションで火事あったと思うんですけど、もう、その中にポケモンが作られてたということでびっくりして、昔のやつですけどね。で、今回、目指せポケモンマスターを、歌います。歌いますっておかしいとは思いますけど、追悼してると思っててくださいとございます。ゲットだぜ。仲間を増やして次のマスへ、いつもいつでもうまくいくなんてどこにもないけど、そらそっちょいつでも本気で生きて、そらすがちがいる。たとえ火の中、水の中、網の中、憧れのポケモンさんになりたいな、ならなくちゃ絶対なってやる。夢はいつか本当になるって誰かが歌っていたけど、つぼみがいつか花咲くように夢は叶うもの、いつでもいつも元なくゆくなんてどうにも気にならないけど、そらそうじゃいつもよ、いつでも好きで生きてる、こいつが違いる。ああ、憧れのポケモンマスターになりたいな、ならなくちゃ絶対になってやる。ああ、憧れのポケモンマスターになりたいな、ならなくちゃ絶対になってやる。
チートとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。